どうも皆さんこんばんは、野添です。よろしくお願いします。ですね、ありがとうございます。早速ですけども準優勝戦10レースですかね、はい、ちょっと振り返りましょう。高尾さんお疲れ様でしたって言ってますね。はい、叫んでます奥で。あ、この間のウイチさんの番組最高でした、ありがとうございます。見てもらったんですね。まあ僕は補助ですけどね、なんちゃ言ってないですけど、はい。お、10レースお願いします。これ10レースちゃうん。これね、新入ですけど、まあ立山さんとも話したんですけど、これ意地なんですよね。あの田中君、新一郎ね、もうこれ入れようと思ったら入れた方が自分は準優勝戦乗れる可能性はまああるんはあるんです、正直。ただこれ入れるわけにはいかないんですよね。意地もありますし、プライドもありますし、まあスタート自分が先行していったらいいんやなっていう腹くくっていくだけなんですけど、まああれしてくれたことによってね、畑君、西村君はもうゆったり進入できますよね。これまたあれ3号艇が突っ張らなかったら、多分これそのままの勢いで2コースまで入ってたと思うんですよ。ただ2人、西村と藤山が100近辺、100フーグルぐらいの勢いで進入になってたんで、またレースがガラッと変わったんですけど、うん、まあでもこれはもう抵抗するとは思ってましたけどね。うん、はい、皆さんこんばんは。山崎さん呼んでほしいわ。あたいさん、智也は無理ですわ、多分。この喋れないっすもん、あいつ本当にね。そうそう、りっちゃんさん、維持です。これは僕らもよくありましたよ。めぐさんが来ようが、西島さん来ようが、100ググったら80入ったりしたこと何回もあるんで、そこは維持です。で、ここでスタート行きたかったんですけど、こうちょっと様子見て、まあ、藤山君がそれ以上にダッシュ乗り良かったんでね、うん、もう仕方ないです。もうできるだけ抵抗してですよね。もうかぶったまま行くんで、勢いはもうで、西村君はもう気配だけ察知して全速旋回。畑君が思いのほかこれ流れちゃって、もうまともに後席はまるで、3号艇新一郎やめるです。やめましたよね。これもしぶきで見えなかったん で、あとはこれも渋谷君は1コーナーまくり出して入ってくる、あわよくば2頭っていうレースなんですけど、ここはねもう仕方ないですよ。2コーナーこれ前に6番いってるんで、内輪にも見えてるんで、先に回りに行くしかないん で、西村君はこれ卵きっちり回ったことによって、もうゆっくり藤山君を刺してくる、まあ、この瞬間にもうほぼほぼ165っていう体型は出来上がってしまうんですけどね。いや、これはね本当もうそう、レーサー魂というか意地なんですよ、うん、僕が多分同じ条件であっても多分入れてないです、はい、もうそれはね、立山さんとも喋ってたんですけど、この放送を全国で見てる選手もいてるわけなんですよね。だから、あ、入れるんやってなるんですよね。そういう意味になれるのも尺なんで、やっぱり、まあ、この場だから言いますけど、うん、そう、意地です、意地です。ああ、いつかまたステージ復活するんですかねってスタッフの皆さん言ってますよ、アクアライブ。どうなんですかね、分からないです僕には。はい、ペラタロこうやってそうなんですよ。はい、ナイスボーさん、野出さんこんばんは。野出さんのおかげで9レース、イエイ、やりました、おめでとうございます。サフランさん、ここで2着に来るのはさすがですねっていうことは、翔太ですか。まあスタートをまず行ったっていうのと、まあ、フルダッシュ、いつもフルダッシュで行くんですけど、まあ、タイミングどうこうじゃなしにねっていうのと、うん、そこですね、やっぱ一番でかいのは。はるはるさん、明日の優勝戦の並びを予想いきましょう。ですね、これね、1号艇がまあ僕の同期、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、こういうメンバーなんですよ、うん、1号艇がまあ和美でしょ、西村、西野、上条、小池、藤山じゃないですか。6コースでいたんじゃ藤山君これ勝負ならないんで、またまた行きますよね。行くのは行きますけど、優勝戦なんで4号艇5号艇もそうたやすくやっぱ入れたくないんで、ある程度こう困るところで抵抗はすると思うんですよ。だから今日以上に厳しくいかないとコースすら取れない可能性があるんで、まあまあ行きますよね。ただ石野君絶対入れないと思います、僕は。まあ入れるかもわかんないですよ。もう翔太があまりの勢いに来たら、もうここ、まあ、何回も言いますけど、ここで例えばまあこう 1,2,3 がこう来たとして、6がこう抑えに込んできたとして、加速してここで引き波はまっちゃうと、抜けきれんままに向けられたら、これもう行き遅れてどうしようもない状態になるかもわからないんで、わからないですよ、こればっかりは。でも抵抗すると思います、うん。でこれで行っても石野君なら全然持つんで、はい。でもこういう並びになったら面白いですよね。これ多分切にです、吉次は石野君の次に出てます。
というかほぼほぼ変わらないですね今日見てたら。ただ、まあ、レースの間で着順が入れ替わっただけで足はこの2人が抜けていいんですよね。あと伸びの藤山翔太君、翔太かな、でバランス取れた西拓かな、うん、ただエンジン本質的に言うとこの3と4が節1節2なんでガバッと行くようなら一発ありますよね。小池君のこの後鉢巻き巻くんでもう連れていくつもりでね、吉嗣さん連れていきますぐらいに行くでも多分ゼロ台ぶち込んでくるんで、こうなってくると粘らないことはないですよね。吉嗣からしたら行ってほしいんです。でもここで早々にやめちゃうと、もうここで折り合いがついちゃうんで、わかります？4と5がもう手前でパーンとやめちゃうと、もうゆったりした4コースになっちゃうんで、こう入って西にもそんな入らず、こうなったら何の面白みもないんですよこの2人にとっては。わかります？だからこれはある程度抵抗すると思うんですよね。抵抗した上でぐんと入って引くみたいな、まあ、こっち船も入ってしまったらこれもう向けなきゃいけないんで、多分まっすぐの状態、こうもう対角線にこう線があるんですけど、これよりまっすぐな状態で抵抗しに行ってここで加速してきたら、まあ諦めるみたいな形で、ほんならこれまあ中にスロー入っていくんで2人で引けますよね。ここからだったらいけるんで、これ中に入ってしまうと船の先が1回でもこう入ってしまってこう引くと逆コースでこれ対角度違反になるんで、これ平行状態で様子見ながら藤山君がこう来たら一応ザーッと抵抗はしに行ってぐるんと向けたらやめるみたいな形ですね4と5は。でここであまりに加速してきたら石野君も抵抗しなく、ターンマークを先に通過しなきゃいけないんで入っていく、これ順に入りますよね。こういうふうにこうなりますよね。でこうなってくると4番5番にも目は出てくるなっていう思いもありますけど、やっぱりさっきも言いましたけど、ここでまあこれ指定ですよね、正直指定なんですよ。これを入れて例えば藤山がまくっていって勝ったところで何も嬉しくないですよね石野からすれば。まあそんなことはすることはないと思います。プライドもありますし、だから維持でも取ると思います。はいん、はい、ガブガワさんね、今日藤山君今回多分ねいろんな調整してると思うんですよ。でもね伸びがねいつも見たら来てないです。このエンジン僕あのルーキーシリーズで吉川君乗ってて ものすごい出とったんですよ。だから翔太が調整すればもっと伸びるんかなと思ったけど、まあ、そこまでなんで、まあでも明日チルト見てもらえば多分進入も分かるんじゃないですか。これ多分チルト 1.5 とか、まあ、1とかにしてたらもう本当に伸び振ってる状態なんで、うん、その時の方が僕は怖いと思いますけどね、うん、まあスローの4コースにあのそれもね、あの展示のスター展示のチルト見てください。これマイナスとか0なら多分動きます。これ05か1にしてたら下手すりゃ6コース、すんなり6コースのもう一撃勝負にしてるかも分かりません。まあ時間があるんで明日は。12レース1回なんで、1からペラ叩けるんで、もう一回調整し直しできるんでね。藤山君に限ってはもう一回ペラをがっつりいくかも分かんないですね。うん。あのね、アキちゃんさんね、これ4カードないことはないんですけど、翔太を入れてでしょ。プライドが許さないと思います、僕は。はい、そこは。うん。で藤山君が例えば入っていって石野君が角からバチンと入れて、まあ、勝つためにはそれが一番ベストかも分かんないですけど、本人の中でそれじゃ納得いかないと思います。はい、ましてや弟子が前付けて師匠が入れて勝ったところでね、僕は絶対入れないです。負けても取ります。はい、ですね、りっちゃんさん、優勝戦で対抗で違反するとポイントっていうのがつきます。でポイントが3ポイントやったかなか4ポイントになると、圧戦停止みたいな処分になりますね。はい、それはナイキであるんですよ、選手会のナイキであるんで、公にはないですけど、選手会の中の取り決めであるんで、まあ、自己対みたいにかかって、で、多分1ヶ月だったと思うんですけど、ね、まあ、何節か分かんないですけど、多分休みがありますね、圧戦辞退していただくっていうのがあるんで、だからリーチかかってる人とかいたらね、うん、変なことできないですよね、正直。まだそこはないと思いますけどね。そう。これはね、石野が鍵握っているのと藤山君の進入と明日の藤山君のチルトです。はい、もう05なら完全、05もしくは1なら完全の微笑にしてきてると思います。だからもうスタテンです。スタテン見てください。多分それで分かると思いますよ。今日のようなマイナスともしくは0でいっててスタテン動いたら藤山君は絶対本番も動きます。はい、あとはもう正直な話、入れないと思いますけど、入れる入れないは僕らには分かりえないです。うん、こればっかりはね。でも僕なら絶対入れないです。ゾヨさん、野添さんにとってマクリアの存在とはどんな存在ですか？嫌ですよね、正直。うん。
でも僕琵琶湖の G2 かなんかの時に1号艇誰か忘れましたけど、僕2号艇で3号艇が菅チルトさん、4号艇がミーショチルトさん、5号艇誰か忘れたけどチルトさんっていうの番組組まれて、もうしゃあないからチルト 0.5 で伸びしようにしましたけどね、最後まで抵抗してまくられましたけど。で6コースが指して大山千尋が指してドマンシュです。はい、 ありがとうございます。いいねボタン押していただいたんですね。これなんちゅうのラサステンさんかな、藤山の中にマックリーがなさそうだから、これはちょっあとね、これねほんまね、伸びに関しては3、4、6ですよ、伸びはね。でバランス的に節1節には3、4です。でやっぱり次5かな、で1と2が5分かな。でもカズヤンが言うには僕が一番出てないですっていうコメント出してたみたいなんで、まあ明日1日あるんで何か考えるんじゃないですかね。うん、でね、9レース後の特訓に藤山君出てこないんで、もうスタテン一発で一発勝負なんで、うん、そこは見ていただければよく分かると思います。はい、 SS さん、よく住みの家に行くんですが、野添さん見かけたら話しかけてもいいです。全然話しかけてください僕。はい、大丈夫です。え、何回も見かけたんですか、なんで声かけてくれないんですか。もうどん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 来てください、僕そんな嫌な顔しませんよ。はい、はい、カジャさん、野添さん、田中さん、太田さん、山崎さんにトーク番組やってくださいね、どうでしょう現役路線者ってなかなか厳しい部分、今規制がかかってるんでね、ありますからね、そういう媒体に出ること自体もなかなか難しいんで、まあ現役あの2人が引退したらあるかも分かんないですけど、智也はいずれかの形であると思いますよ。はい、本人もいつでも声かけてくださいという形なんでね、僕には。はい、上条、ライマル2号さん、上条くんの可能性はありますか。あります。だからこの侵入が藤山くんがもうやっぱり勝ちたいんですよね。やっぱ当然おろそかなんて誰みんな勝ちたいんですけど、特にこの勝ってない選手にとってはもうこんなチャンスないわけなんですよ。ここにしてもここにしてもそうですし、エンジン的にも仕上がりもいいですし、藤山にしてもそうですし、もう言ったら今度笹川賞ありますけど、もうそれ以上多分勝ちたいタイトル、僕も実際取りたかったんでおろそかっていうのは1回でもね、だからあるんで、ゴリゴリ言ってくれればこの2人は。ただ条件は10全速で行くことですね、優勝戦スタート10前後ならチャンスは十分あります。それぐらいの足をしてますよ、4号艇も5号艇も。はい、さてのおっさん、最近ボートレース見始めたのです、わからないんですか。はい、たまにある6艇オールスローって何で、あのね、結局それは意地の張り合いなんですよ。もう思い切って来てくれれば多分入れるんですけど、6号艇とかがこう例えば一個中段まで来るときあるじゃないですか、本来はやっぱ抵抗しますよね、入れたくないんで。そんなゆっくりする新に前付け来る人、あんた6号艇でしょ、なんでそんなゆっくり来るの、ほんなら私ら入れませんよってなって、必然的にこう6こういうオールスローになっちゃうんですよ。あれが、まあ、こういう状態でもうこっからぐるりんと来られたらそれ引きます、諦めます。でもなんかこの辺に中途半端にこうやってやってる人いてるじゃないですか、ほんだら中入れるスペースがあったらそれはタイム上げてこう入りますよね。引っ掛けてたらこれ入れるんですよ、ちょっとでもへさきがこういう順番に。あとはこのターンマークの線上を先に通過すればいいだけなんで、右を見て右を見てこうやって入っていたらオールスローになりますよね。だ結局中途半端によく、よくですね、深く入りたくない6号艇が中途半端にこう前付け行くとオールスローに得てしなります。だから深川とかあの辺がおるときにオールスローなんかならないでしょ、もう鼻から諦めるんで、どこまで行っても連れて行かれるんで、こうやってもう行こうと思うなら、まあ、あの人はもうどこまでも入ってきますから、45メーターまでも連れて行きますから、言うたら抵抗する人は、だからもうこれ諦めるんです。はい、ただそれだけですよ、オールスローになる理由はね。シュガータイムさん、はい、先ほど住みの家で、あ、はい、ありがとうございます。ちょっとお顔が出てこないですけど申し訳ないです。サフランさん、藤山君のスタート練習出てきますかね。出ないです。はい、でもスタート展示のみです、本番のね。でスタート展示はね、ボートってあの丘の上上げてボンと下ろしてスポンと一発目いくじゃないですか、これ絶対出るんです。あのサラーシっていう僕ら言うんですけど、ボートを水につけてて置いてる状態よりも丘に上げてて下ろしてそのままスタート展示行ったら、だから藤山は極力エンジンかけないようにするんですよ。下ろしてそろーっと展示ピットに回してちょんとかけてエンジン切ってもう冷ますんですよね、エンジンを。で直前までかけなくてエンジン本展示スタート展示前もかけてパーンと切るんですよ、あって温めたくないんで。エンジンが温まるとちょっと性能が落ちてくるんで、だ極力エンジンを冷ました状態でスタート展示行くんで、他の選手らも出なきゃいけないんですよ、最低半分は。普通のペダではです、ましてあの状態やったら円切れるぐらい伸びなきゃいけないです本当は。うん、
はい、めんめんさん、本場でスタート練習、スタート練習見た方がいいですか。あ、これあの朝というか、まあ、始まる前ですね。本音を言えばそうですね。あの朝来て試運転もやっぱ朝が一番選手試運転出るんです。なぜかというと朝一昨日とのやっぱ条件が変わるんで、多少なりとも、まあ、その感触を確かめるためにみんな絶対1回は水面出てきます。よっぽど時間が何て言うんですか、12レース1回とか後半1回出ない人の限りはね、昼間に1回走る人は絶対出てくるんですよ。でそれを見て選手のその足汗の比較、だから今日僕ツイッターだけさせてもらったんですけど、ちょっと早めに入ってるんで、いつも小池君と上田竜星君が足汗してるのをちょっとまあ見てたんですよ。あまりにも足が違いすぎて、小池君、周平君がね、もう引きちぎってたんですよ、上田君は。あ、これも全然足が違うなと思ったんで、ちょっとツイッター上げさせてもらったんですけど、だそういうのも分かるんで、見てたら。だから実際、そのスタート練習もそうですけど、ね、早めにまあ2時半でもまあ改造ですかね、盗みのやったら入ってもらって、どの角度でも1コーナーでもどこでもいいんで、試運転とかスタート点練習は見てもらった方がいいとは思いますよ。はい、でもね、いずれそういうのもなんかこう配信できたらいいなっていう案は、僕あの今このアクアライブのスタッフの方とね、いろいろ相談しながら練ってるんで、まあ、いずれ届けれるかもわからないですね。その試運転の映像とかスタート練習の映像とかもね、しばしお待ちください。はい、ハニーカミさん、野添さんいつも楽しく見てます、ありがとうございます。野添さんが現役の時全取材をされたことはあります？しょっちゅうですよもしあればその際苦労されたことエピソード、いやこれはもういっぱいあります。あのボート壊れても選手代表が立ち会えた抽選で、例えばまあ反則失格ありますで、まあ、言ったら本人が納得いかない、本当は僕選手代表です、選手代表と共に競技本部に上がって、今のがなんで反則失格なんですか、審判に問い合わせてもらえますかっていうのもやりますし、何せコートあることに全部僕を、例えば僕が選手代表としたら僕を通さないと上には話いかないシステムになってるんです。直接言っても例えば文句あります、誰かが異議申請があります、競技本部に行っても関係者に言っても通らないんです。まずは選手代表を通しなさいって言われるんで、絶対来るんで、何をするにしても選手代表なんで、はい、であとは選手代表はたとえ前半レースでレースが終わっても12レース終わるまで宿舎に帰れません。はい、居残りです。そういうのもありますね。はい、いろいろあります、選手代表は大変です。梶谷克美さん、新人でなかなかの選手がたら教えてください。もうこれよく聞かれるんですけど、分かりません、本当申し訳ない。はい、塚地さん、はい、最近隅田キロで見るときは1マークの付近で関節になりました、野添さんが言うアクセルレバーを外したときのタイミングを注意してみるのか、ターンの良し悪しが少し、ああ、いいことですね、ありがとうございます、頑張ってください。西シャンさん、野添さんこんばんは。はい、展示ピットと本番ピット差が大きい状態で三国まず一番です、三国と芦屋、あとね、ここも住之江もですね、待ってくださいよ、北からさかのぼってきますね、そんなもんかな。特に三国の5号艇と4号艇とかね、中枠異常に悪いんですよ、時としてですよ。なぜかというと後ろ多分形状なんですよね、あそこと足屋もそうです。3号艇とか突然ずったりします、34あたりかな、ありますよ。ピカピカさん、野添さんいつも勉強になります。はい、3コースのスタートまで真ん中走るでどうしてですか。やっぱりそのコース幅がなくなっちゃうと有利不利が出ちゃうじゃないですか。結果スタートラインを手前でその旗を越えてしまうと、これ待機行動違反になるんです。でスタートラインを越えてまだ右に走りすぎると、これ不良候補になるんです。スタートラインで前後で処分が違います。だから結果そのハンドル切れないんで、みんながだから6コースがもう岸壁に当たっちゃうじゃないですか。結果そういうレースで結構あるんですよ、戸田とかね、狭いところ、鳴門とか、ハンドル切れなくて切ったらプロペラが昭和装置ネトロに当たってそのままもう連想してしまうことも多々あるんで、だからですね。はい、シャンシャンさん、石野さん勝つにはまっくりかまっくり差しかどちらかですが、僕的にはまっくり差しの部分、まあそれ十中八九胴体ならまっくり差しですね。理想は S 行ってまっくりですね。三つ脇タービンさん、野田孝弘さんと、間違いないこと、これも多々あります。はい、僕も野田さんがデビューされた時僕知ってたんですけど、選手になりたかったんで、めっちゃ名前似てると思いましたけどね。はい、
夢船子さん、今日は自分を信じているところを変わらず自分を信じるのだ、そうです、その方がいいと思います。はい、タローランディさん、冬の三国で転覆したらここへ増す角どころじゃ話じゃないです。はい、死にますよ、ほんまに、ほんまえぐいでね、あのお風呂場にもう45度ぐらいのね、お腹が浸かるぐらいのお湯を溜めてくれてるんですよ、三国さんって。あの蓋してそこにもう普通はね、カポコとか全部脱いでお風呂入るんですけど、あそこは全部着たまま入ります。もうそんな脱げないんで、もう手がかじかんで脱げないんで、カポヘルメットだけどカポ着たままダボーンとしばらく10分ぐらい入ってます。でもう小声が取れないです。で一回抜いてまた洗ってくれてまた湯ためてくれるんですけど、もうそれぐらいです。まあ大事な部分なんかなくなっちゃうぐらい縮こまりますよ。はい、CJKG さん、野添さんこんばんは。はい、戸田と平和島だったらどちらが好きでしたか。戸田です。僕平和島選手生活で一番走ってないレースなのでもはや思い入れがないです。はい、申し訳ないです。岡村淳さん、野添さん、はい、前節乗っていた人のペラがよくってゲージを捨てたことは、あのね、よくてというか、なんか自分と違うなと思ったら捨てましたね、僕は。出てる出てないとかじゃなしに、自分のひらめきではこのひらめきちょっとなかったなと思ったら捨てました、参考にね。うん、あの丸々コピーすることは僕絶対なかったです。はい、何本かだけ刷りますね。うん、ヤーマンヤーマンさん、刺しまくりまくり出し選手が食らって一番悔しいのはまくりです。はいまくりです。なんかないかな、面白いの。レモネルさん、野間選手含め体感ですが地元 F が多いように思えるんですがどうしてでしょうか。そう、気合いの入りすぎじゃないですか。こういう大阪なんか特にそうなんですけど、銘柄級の先輩方と走る機会というのはないんで、正直めったに。でそういう選手ってのは一般戦ほぼほぼ走らないんで、住みの上ね、なんか会う機会もないですし、やっぱり勝ちたいって思いが先走ってっていうのは僕は現役時代から感じてました。はい、僕大阪優勝もうはっきり分かんないですね。はい結構乗ってます。はい、それだけは知ってます、何回か。ね、待ってくださいね、ラストいきますよ。はい、あ、パパユーさん、これ面白そうやね。はい、優勝戦前とかの待合室みたいなところでは選手同士コース取り合いの話とかしたりするんですか。もしくは話は禁止みたいにはなってません。話の禁止にはなってないですけど、やっぱり明日優勝戦とかなってくるともう朝からピリピリします、みんな。でやっぱりそれは周りも分かってるんで、いらないことは言いませんし、もうそれをまあもう空気刺して接するんでないですし、その6人6名が侵入とかエンジン運転管理の話をすることは、まあエンジン出てる出てないの会話をすることはあっても侵入の話をすることはまずないです。まあ明日に限らずどのレースもそうです。はい、で茶化すことはありますよ。はい、でもその侵入のどうのこうのどこ入んのあんな入んのっていうのはもう一切ないです、それは。うん、と思っとってください。そうやってやっぱり勝負なんで、特に明日なんかやっぱり大阪の優勝っていうその名誉もかかってますから、みんな勝ちたいんで、何回勝ってもやっぱり嬉しいもんなんで優勝はね。はい、てな感じで、あのね、今日はあのこの辺で締めさせていただきますけども、明日最終日優勝戦です。まだ休みになるのかな、明日祭日ですよね、違うかと平日かな、あ、明日平日ですね。まあ、来れる方は本場に来ていただいて、来れない方はあのまた YouTube ライブでも見ていただいて、ね、住みの絵買っていただければよろしいかと思います。僕も明日のまたこの終わってから優勝戦の開講等々やりますので、また明日も引き続きよろしくお願いします。では皆さん、さようなら、バイバイ。